PM10 のサロン喫茶守備。TY1963SIXMOON SI スタジオからお送りします。 PM10 のサロン喫茶守備、メインパーソナリティの守備です。毎週土曜日夜10時から放送しています。いらっしゃいませ。今週もサロン喫茶でぼーっと聞いていってください。9月10日、こんばんは。今週もサロン喫茶の時間がやってきました。電車の中の上の張り紙、そこにオータム、秋という文字が、そしてモミジの絵が写った張り紙に変えられていて、ちょっとそれを見ただけで、あ、秋来たなと実感しました。これからが本当に大好きな季節ですね。はい、今日は9月10日ということで、明日という日は忘れてはいけない大切な日です。 9.11、 アメリカ同時多発テロがあったあの日から今年で21年。私、守備の一番好きな場所でもありますニューヨーク、その場所で起こった事件ということで、勝手ながら自分の中でもこの日は忘れてはいけないなと。今年で21年なんですね。2001年9月11日火曜日の朝、アメリカ合衆国北東部の空港からカリフォルニアに向けて出発した旅客機4機がアルカイダのテロリスト合計19人にハイジャックされた。そのうちアメリカン航空11便とユナイテッド航空175便の2機はロウアーマンハッタンのワールドトレードセンターへと向かい、午前8時46分にアメリカン航空11便がノースタワー、ワールドトレードセンターの北側、そして午前9時3分にユナイテッド航空175便が南側にそれぞれ突入をした。光景、リアルタイムで見ていました。子供ながらに大変なことが起きたんだなと。世界でいつもとは違うことが、ダメなことが起きてしまったんだなと、そういう印象がまだあります。それぞれ南棟は突入から56分後、北棟は1時間42分後に崩壊しました。そして3機目のアメリカン航空77便はハイジャックに遭い、バージニア州のペンタゴンに墜落し、建物の西側が部分的に崩壊をした。4機目のユナイテッド航空93便は当初ワシントン DC に向かって飛行していたが、ハイジャックに遭い、乗員乗客がハイジャック犯の拘束を試みた結果、ペンシルバニア州の野原に墜落をした。結構ニュースでは2機が印象が強くて大きくて、その2機だけではなく、もう2機、合計4機がテロ事件を起こしていた。恐ろしいとしか言えないですね。
2015年冬12月に私ニューヨークに、行きまして、その時にもワールドトレードセンター崩壊跡地に足を運んで、亡くなった方々の名前が刻んである、テレビでも見ていたんですけど、やっぱり実際に行ってあの空間の異様な感じ、雰囲気っていうのは、オーラっていうのはもうそこでしか感じれないものだなと思いました。本当に無念で、刻まれている名前一文字一文字が、何ですかね、その悲しい、なんか悲しいっていうオーラがすごい出てましたね。うまく言えないですが、あの場所っていうのは本当に訪れてみないと、あの場所には大勢の方々の思いがありました。これからもずっと忘れてはいけない日だと思います。2022 9.11、プレイ。Sunshine behind that rain, I know there's good times behind that pain. Hey, can you tell me how I can make a change? I close my eyes and I can see a better day. I close my eyes and pray.I pray.
聞いていただいた曲はジャスティン・ビーバーでプレイでした。この後はあのコーナー。 PM10 のサロン喫茶守備。それではこのコーナーに参ります。 Oh my gosh。 こちらのコーナーでは皆様の日常で起きた奇跡や偶然エピソードを紹介していきます。 Oh my gosh エピソードお待ちしています。それでは今週もまだメッセージが届いていないので、守備のオーマイガッシュを紹介します。守備、自宅から最寄りの駅まで徒歩20分ぐらいあるんですけど、その日もいつも通り駅に向かって歩いていたら、途中で、あ、猫好きなんで猫と思っていきなり出てきたんですね。しかも何かを探しているような目的がある目をしていたんです、その猫。そしたらすぐに近くの家からおばあちゃんが出てきたんですね。猫はおばあちゃんのことを見て追いかけていったんですよ。あー、なるほど、おばあちゃん餌あげてるんだなとピンときました。まあ誰でもピンとくると思います。そしたら案の定、おばあちゃんは袋から餌を出して、何の餌か見えなかったんですけど、その子にあげていたんですよ。その光景を見て、すごいいいなと思ったんです。そして自分もこうなりたいなと思いました。自分のペットではなくて、野生の生き物を手なずけている、このおばあちゃん、すごいな。そして、このおばあちゃんと野生のこの猫には絆が生まれている。どこでどう二人が出会ったのかわからないですけど、猫はおばあちゃんの顔を覚えていて、匂いを覚えていて、おばあちゃんはいつものように餌をあげていて、その二人の行動が何の迷いもなくスムーズに行われていて、あ、日常でやってることなんだ、今日も普通のこれは日常なんだ、何の変わりもない普通の光景なんだ二人には。そんなあるおばあちゃんと猫のワンシーンを偶然見かけまして、いい関係だなと思いました。そしてこんな関係を自分も築きたいなと。人間とも気づかなくてはいけないです、私守備ですが、動物とも気づきたい、こんな関係。そんなことをある朝思ってしまいました。でもあの光景を偶然見れたのはめちゃくちゃラッキーだと思います。はい、皆様の日常で起こった奇跡や偶然エピソードを教えてください。ラジオネームを添えてメールまたはツイッターメッセージ、 YouTube コメントで送ってください。メールの送り先は shubi10@gmail.com、 shubi10@gmail.com、 shubi10@gmail.com です。TY19636MOON SI スタジオからお送りしてきました PM10 のサロン喫茶守備、そろそろエンディングのお時間です。
オーマイガッシュエピソード、そしてスピスピメッセージをお待ちしています。スピークスピークでは質問や悩み相談、雑談など普通のお便りをお待ちしています。その他詳しくはツイッターをご覧ください。ここまでの時間は守備がお送りしました。バイビーシュ。